皆さん、こんばんは。左画面ですね。今日は、ちょっとお知らせしたくて、キャプチャーモードが変わりました。変えました。はい。簡単に言うと、キャプチャーモードって何っていう人に簡単に説明すると、そのゲーム実況でゲームを録画するために必要な機械です。なんで、画質が変わってるかもしれない。変わってないかもしれない。あのね、なんだろうな、俺の動画を昔から見てくれてる人はわかると思うんだけど、多分いないと思うんだけど昔の動画より今の動画の方が、そのなんだろうな、この前っていうか何ヶ月か前かにキャプチャーボードが壊れましたっていう動画出す前までの画質と同じ感じに戻ってるんだよ。何言ってるか分かんないんだけど、まあ、鮮やかさがね、ちょっと違ったの。なんでこうなるのね。ねえ、これいじめだよ。普通に、新手のいじめ。このさ、キャプチャーボードの説明をしてさ、変わりました、画質が変わりましたっていうのがさ、なんだろうな、このゲームをしながら、話すのが難しいんだよ。だからさ、あ、初動し、ちょっとなんか、技組めなくて死んじゃったな、みたいなあったんだよ、何回も。だから何回も撮り直してるのよ。でもさ、さっきのラッキーじゃん。確かに俺のプレイが、おそかな、ダメだったのはわかるよ。これも今、ちょっと動きがゴミだよ。でもさ、違うじゃん。俺の喋りたいことを喋ってから技打ってくれ。CPU やばいわ。CPU らしく。CPU なんだから少しはさ、立場をわきまえろ。でね。その再度鮮やかさがちょっと変わってるんだけど、設定でちょっと鮮やかにして前のキャプチャーボードに近づけました。画質を、はい、近づけました。マジで多分大丈夫だけど、ただのお知らせです。はい、こんなになんか大げさに喋ってるけど、ただのお知らせです。変わりましたということで。でも配信がわからないんだよ、どうなるか。え、それラッキーふんの？マジか。いや、これ間に合うから、打って、新手のいじめ。まあ、配信でも多分大丈夫だと思うんだけど、ダメだったら、ね、ちょっと悲しいね。設定し直さなくちゃいけないから、俺、PC の設定全然わかんない。で、相手間に合わないのか。なんで、相手技組めたくね？頑張れば。いや、組めてないのか？わかんないな。まあ、いいでしょう。そこら辺にして、プレイに集中しましょう。集中しましょうって言ったけど、ちょっと喋りたいこと喋っていい？ちょっと喋りたいんだよ。夢の話していい？夢ですさ。あー、これ緑。あー、間に合うか。夢ですさ。中学生時代に戻ってさ、卒業した夢見たんだよ。中学生をね。中学生を。変なことじゃないよ。中学生を卒業した夢見たんだよ。それでさ、ワイワイ友達と騒いでたわけよ。相手死ぬな。これ話せねえな、このゲームで。次のゲームですね、話は。はい。で、別に夢で何かあったってわけじゃなくて、楽しかったのよ。ワイ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 してて。って思ったの。夢から覚めて。なんか大人になるにつれて、これ仕方ないことなんだけど、やっぱりさ、遊んでた友達ともさ、時間が合わなくて遊べなかったりとかさ、するわけじゃん。で、人がどんどん離れてくわけじゃん、大人になると。離れてない人もいるかもしれないけど、離れてくわけじゃん。もう自分がどうとかじゃなくて、相手の問題もあるから。そう考えるとさ、やっぱなんだろう、大人になるにつれて、できることっていうのも増えるわけよ。酒飲めるようになったりとかさ、年齢的に。いろんな自分の金で飯行ける量が増えたりとかさ、するわけだけどさ。なんか、やっぱ、学生の頃だからできたこともたくさんあったなって思って悲しくなりました。
でもさ、俺感情的な人間だからかもしんないんだけど、そういう夢見るじゃん。で、目覚めるじゃん。たまに夜中に目覚めるじゃん。例えばなんだろうな、親が死んじゃった夢とかさ、あと昔飼ってたペットが出てくる夢とか見たりしてさ、夜中に目覚めるじゃん。そうするとさ、もしさ親が死ぬ目見たら、あ、いつか死んじゃうのかとか、なんかしてやれたかなとかさ考えてさ、感情的にさ、なんか気が沈むじゃん。そうなるとさ寝れなくなるのよ。なんない？みんな。なりませんか？あ、ラッキー。これラッキー起こってなかったら死んでた。あ、ラッキー。神でね、まあ、ニンテンドーは、あ、神。マジの神ゲーかもしんない。え？相手消えるか？やばいか？待って。適当に落としちゃった。あぶねえ。耐えるかと思った。だからね、なんだろうね。不思議だよな。不思議だよね。なんかいろいろ考えちゃうってさ、あんま良くないよね。でもなんか無神経な人になりたかった。もっといろいろ考えちゃっても何もできなくなる。無能だから俺、無能役だからさ。あ、これ赤が打てるなら打ちたい。打ってでもね、そういう時ね、なんだろう、まあやっぱテンションっていうのがあるからね。深夜テンションとか普通にみんな言うでしょ。深夜テンションだからとか。俺も動画テンションがあるからね。動画の録画ボタンを押した瞬間に元気になる。マジで元気ない時は録画ボタンすら押そうという気にすらならない。何か言い訳をこいて今日動画休もうからみたいな、そういうね、クソみたいな考えになる。これゾロ目がネクストに見えたんでヘキサゴン出ます。まあ、シックスボールパズルは冷静にやれるので、特に喋りとか関係なく、多分ね、俺の喋りよりプレイが見たいっていう人が多いと思うから、動画見てくれてる人は。別に喋んなくていいんですよね、はっきり言って、動画、この動画は。俺。あー、やばいかも。プレイに集中しましょう、だから。あー、これ青打てるかな。青打ちたいな、オッケー。で、相手も青打てる。やばいな、これ消えないな。間に合うか？間に合わない。お願い、神ゲーならそこに黄色降るはず。降らないけど耐えるなら神ゲー。耐えないならクソゲー。はい、耐えた。神ゲー。で、赤消えて、緑消えて、黄色消えて、紫も消えて。いきなり早口。んで、これは黄色と赤かな。これはさすがにネクストで赤が打てるのが分かってたので赤打ちます。うん。チャラララーン。チャラ。どうしよう。あー、間違えてボタン押しちゃったわ。間違えてボタン押したっていうのは嘘よ。あ、やばいかも、これ。あ。あ。なんかさ、なんだろう。大したこと喋ってないのに喋りに集中しちゃって、プレイがゴミになるっていう現象。いや、でも今日は神連鎖があったからいいでしょう。いいでしょう。何でもいいでしょう。で、これ打って赤、それどんな形になる。そうなんすか。ならこれは、あー、素晴らしい、素晴らしい。これテンプレ。テンプレのような打ち方で、青のヘキサゴンを狙いつつ、黄色のヘキサゴンも狙いつつ、オッケーと。で、俺この動画撮った後ね、スプラトゥーン撮りてんだよ今。なんか毎回毎回、スプラトゥーン撮ろうかなって思った時に、あ、やばい。やばい。撮ろうかなって思った時に、これ消して、ホッケ不当とかさ、エリアとか、エリア好きなんだけど、負けるから、あの打開とかできなかったらクソゲーになるから、あのね、やっぱりヤグラとかさ、ここ、ヤグラやりてんだよ。で、今、ヤグラなんで、ちょうど。立ち用パーキングなんで、俺、久しぶりに立ち用パーキングやりてえなって。10ヶ月ぶりに。だから、動画撮りてんだけど、撮りてんだよ。
でもまあ動画撮るんだけど、それが採用されるかどうかっていうのはまあわかりませんね。多分負けるのでしないでしょう。中央パーキングでチャージャーでキルしたい。なんかさっきからさ、俺早口になってるけどさ、早口の人ってさ、オタクって言われるよね。俺全然違うけど、むしろオタクってなんかいいなって思うレベルの人なんだけど、俺はね、俺趣味がないから、ほぼ趣味がなくて、人生ってみんな何やって生きてんのって思ってるかくらいだから、オタクはね、俺は羨ましい。逆にだって好きなことやってるわけでしょ、いっぱい。いいじゃん。オタクをたまにバカにする人いるけどさ、よくね。やってて、人生でやってて楽しいとか、やりてえとか、買いてえとか、欲しいとか思うのがあるんだぜ。よくね。俺ねえぜ。で、これネクスト見えてるんで、オッケー。あー、ナイス？ナイス？それちょっと緑期待した。一瞬期待して本当になった。で、そしたらここで赤を打てれば打ちたいけど、ふっ！打てなかった。打ちたかった、最後に。そろそろラストクラインしようかな。10分から15分以内のね、動画をね、ちょっと増やそうかなって思ってる。普通の動画はこういう、いいプレイができたらなんですけどね。これ待とうか。ゴリ押しても意味なさそうだから。あれ、なんか言いたかったけど忘れちゃったからいいや。忘れちゃったからいいや。で、これ、紫打ってそう。これ。あ、すべての計画が。すべての計画が。まあいいや。で、緑打って、OK。そして、いやー、ストレート打ちてよな、やっぱり。なんかさ、最近、あのね、CPU やばいとの動画が増えてしまって本当に申し訳ない。本当はオンラインね、別に潜ってないわけじゃないんだよ。オンライン潜ってるんだけど、あのね、回線切られたりとか、60秒待たれたりとかするのが連続して、あの、動画は撮れないです。なんかそのうち CPU やばいにも、この CPU やばいにもさ、回線切られんじゃねえかなみたいなさ、恐怖感が、恐怖症だわ。恐怖症になってる。シックスボール恐怖症。で、これは、まあ、うだうだ言っても意味ないんですね。だから、ですねってなんだ。意味ないから、ですからね。意味ないですから、別に、適当にやります。まあ別にイライラしないしね。レートとかできたらいいのにね、レート。人口がいねえからできねえんだろうけど。レートとかできたらさ、すぐ動画撮れんじゃん。しかもネタ増えんじゃん、レート。何万レートの男がとかさ。別に煽ってないよ。なんか、そういうのあるじゃん、よく動画で。レートカンスト勢がみたいな。そういう動画もできるしさ、レートができるってことは単純に同じくらいのレベルの人が入ってくるからさ、みんな楽しめるじゃん。やばいか、これ。あ、終わった。あ、終わった。それ終わった。一応赤消えるんだけど、消えないよね。これラストにしよう。ちょっとね、これラストにしないと俺が矢倉できなくなる。太刀魚の。矢倉できなくなる。どんな動画の終わり方だ。で、黄色からできるだけヘキサゴンを揃えましょう。私は解説者だ。あー、これは無理だ。これは無理で、あー、赤、赤、よし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 、いいぞ。スプラトゥーンやりてー、ね、どうしようかな。どうしようかな、これ。ストレートになっちゃうな、また。あ、でもこれ紫の方がいいな。絶対。赤さっき消したから、揃えるなら紫。で、ラッキーが起きないのか。あ、ラッキー起きる。神ゲーですね、やっぱり任天堂さん。やっぱ任天堂の作るゲーム神だからね、全部。全部が全部神。あー、それ消えるのか、そうやって。これさ、無理だよ。ははは。綺麗になって終わった。
それではちょっと録画、あ、そう、一番最初に言ったこと言うとキャプチャーモードが変わったので、今後この画質になります。画質がもうすごく悪かったら設定でちょっと上げる。それではおやすみ。